アダム・カジミエシュ・チャルトリスキ公爵は、ポーランド・リトアニア共和国の貴族、作家、批評家、政治家。ルテニア県知事を務めるアウグスト・アレクサンデル・チャルトリスキ公爵と、王官領代へ、トマンであるアダム・ミコワイ・シェニャフスキの娘、マリア・ソフィアとの間の長男として生まれた。1758年からポドレの総大官を務めた。父やおじが中核を担う党派。 ファミリアの時代の指導者として期待されていたが、1763年の国王自由選挙では、芸術のパトロンとしての事業に熱中するあまり立候補を辞退し、代わって大いについたのは、重帝のスタニツワフ・アウグスト・ポニャトフスキだった。しかし、新王の政府では愛国派の指導者として、また国民教育委員会の共同創設者の一人として、常に国政の中枢にあった。 彼は、妻、イザベラの協力を得て、プワビにある指定チャルトリスキ宮殿を、ポーランドの知的、政治的な社交の中心地とすることに成功した。アダム・カジミエシュはまた、モニトルミの共同発行人となるなど、ポーランド啓蒙主義の指導的存在の一人でも、あった。1768年に彼は、騎士学校の校長となり、 1788年から1792年まで開かれた歴史的な4年議会にはルブリン選出大議員として立ち会った。5月3日憲法を支持し、これを否決しようとするタルゴビツァ連盟に参加することをガンとして拒んだ。アダム・カジミエシュは1764年5月から6月にかけての召集議会及びワルシャワ公国での1812年6月の 臨時政務で議長を務めた。またナポレオン・ボナパルトは1812年、ポーランド王国総連盟を設立する際、アダム・カジミエ州をその議長の座につかせている。ありがとうございます。